Everyday moments are the important moments that connect us. Kia ora, Nagoya. みなさんこんばんは。8月2日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。今日のね、叫びはですね、シュープリームさん、元気ですか？スタジオジマスクマンでございます。はい、名古屋もね、本当に暑いですね。ということで、新しく職場を引っ越すことになったんですけれども、仮の建物のエアコンが壊れてて、明日もエアコンが修理に来ない、また暑い味噌煮込みスキーと、今日ですね、道路の温度計見えたんですけども、38度になってました。いや、これだけ暑いとですね、冷たいものと思うでしょう。またなんか食べたの？うん、アイスクリームじゃないの？食べてません。お、珍しい。かき氷？食べてません。あら。食べたのはシュークリーム食べました。あら、結局甘いものを食べるんだよね。ダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはカメラ。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 今週のテーマはカメラです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今週もたくさんメールが来てますので、どんどん紹介していきたいと思います。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、自動車整備士の絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、アートワークウェブサイト、FMJG、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花。芋掘りイベントは八重瀬町グッシャン芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。まだですね、先週のテーマの強いできています。はい、お願いします。はい、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。うちの家の前の畑に家が建ちます。アレックスです。おや、あら、お家できちゃうのね。うん、親父なんかは雷が鳴ってるのに外で作業するんですよね。チューバーやさこれ何チューバー、まあ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 、まあ、強い、うん、強いっていう、まあそういうことですね。チューバーやさと感じますが、もしかしたらちょっとおつむが弱いのでしょうか。どう思いますか。いや、まあそうではなくしてですね、まあ、今までの経験上ね、そういう雷が鳴ってても、作業をされた経験があるってことじゃないでしょうかね。ね。うん。だから、ね、お父ちゃん大丈夫だよっていうことじゃないかな。うん。うん。うん。おじゃそう思います。打たれ強いかもしれんね。そうだね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネームが書いていないぞ。フルムシンチさんからです。わかるな。アドレスわかります。はい。お三方さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。強いとテーマで来てます。はい、連日、強い日差しに参っています。一点、本日の読谷、嘉手納地域は曇り一日一時大雨で、
突然の強い稲光と豪雨にびっくりしましたという強いエピソードです。でもびっくりしますよね。先週の話ですけどね、ごめんなさい、うん、雷がすごかったんですよね、うん、そうね、やっぱりねびっくりしますよね、うん、あの、うん、音なんかでもね突然そのなんていうのゴロゴロゴロじゃなくてドカーンっていうのがあるじゃないですか、うん、ね落ちた時なんかの、うん、ああいうのとかね光でも結構ね明るいとね、ちょっとびっくりする時ありますよ ね、 ねえ、なんか名古屋もありましたよね、うん、先週ね、そうそうね、ずっと光ってましたよね、なんかね、そう、王子のね、うん、まあ知り合いの方なんですけどね、そこのまあ、はい、なんていうの地域の方で、ええ、雷がね落ちたみたいで、ちょっとねそこのぼやが出たようなね話聞きましたんで、本当ですか、うん、やっぱり漏電とかをそういうことも関係してるかもしれないですけども、うんうん、でそういうこともありますんでね、なかなかね、怖いなという ね、 ね、うん、そんな気もしましたけどね、はいはい、はい、ありがとうございま す、はい、続いてですねこちらも強いで来ています。ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは。こんばんは。こんばんは。マックフライポッドをガブ飲みしたい、シュプリームです。これはね、結構ね、喉に通らないよね。ガブ飲みなの？ガブ飲みなの、ね。飲むんだ。飲むんだね。でもね、今日のね、今日というかこの強いのテーマではね、素晴らしいメールですね、これね。うん、お読みしますね。はい。強い嫁に、フルボッコ、いや、ハンゴルシにされた証拠の写真を送付しております。あら、もし、旧名古屋から私のメールやコメントがなくなったら、そこら辺の男より、喧嘩が強い嫁に、ポワされた可能性があるので、供養してください。ということでですね。懐かしいことを聞いたけど。まあ、こう、まあ、こう、お写真をいただいてますけども。まあ、写真はさすがにね、放送ではお見せできませんけどね。ですけどもですね、ちょっとね、お伝えしたいことがありましてね、はい、こちらにですね、とってもね、綺麗な女性の方がですね、うん、あれ、カラーがあったよ。うん。カラーなかった？あったけど、うん、まあ、ちょっとね、うん、ブレブレだったんですね。まあ、そうですね、うん。で、このね、女性の方が写ってらっしゃいまして、こう白の T シャツね、それがね、うん、こうやけに胸元がね、うん、空いてるね、服を着ていらっしゃいますんでね、王子もそちらね、そっちに目が行ってた？目が釘付け。うん、もう王子だったらもうこの女性にねペンペンされたいもん。同じ匂いがするな、うん、いや何でもないです。それはちょっとマニアの世界じゃないですか。ということでございますけどね、あら奥様の、ね、あでもね案外こうね、お強い方って綺麗な方が多いですからね。ねえ、いやーこれすごい写真だな。ありがとうございます。シュプリームさん、どうにか今年もお盆を越せそうですっていう、これなんか不、なんか意味深ですよね、ツイキャスが。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シナバモロトモさんからです。テーマ強いということで、はい、自分は祖父や父の影響で小さい頃から格闘技が大好きでした。相撲なら千代の富士、プロレスならアントニオ猪木、長州力、ボクシングなら渡嘉敷さんや浜田さんの世代です。そうそう、格闘技といえば今の時代は多様化していて、総合格闘技とか K-1 とかあるんですが、今一番強いかもと人気が集めているのが、お三方のいる愛知県豊橋市出身の 朝倉未来選手です。 YouTube もやっていて、ちょいちょい愛知の訛りで喋っているので、お三方さんもこんな感じかなと思い、ふふって感じで見てます。ダンサーズさん、王子さんは格闘技好きですかっていうことです。この王子ですね、まあね、格闘技、まあ、嫌いじゃないんですけど、まあ、昔のですね、うん、やっぱり今 あのアントニオ猪木さんとかのね、うん、プロレスがね結構好きでね、うん、よく見てましたね。やっぱりね、まあ、こうメジャーどころが出てきちゃいますけども、うん、あれ今なんだっけな、藤原組長っていうね、はい、方がいらっしゃいましてね、なかなか個性的なね、うん、レスラーの方でね、まあ、要はあれかな、浜口京子さんの、ね、お父さん、うん、まあね、浜口さんとかが活躍されてた頃のね、うん、のこうプロレスが結構好きで見てましたね、うん、あんまりね、総合格闘技は、うん、まあ、見るんですけど、それにね、興味を持ってあんまり見たことないんですよね、うんうん、なんかこう昔のこうプロレスっていうのがなんかね好きでしてね、
まあ、自分も見てました。あの、毎週金曜日だったかな、うん、そのワールドプロレス、ワールドプロレス、そうそう、あれ見てましたよ、ね、うん、あれはね、うん、面白かったんですよね、うん、まあ、エンターテインメント性もありましたけど、ね、テレビでやってましたもんね、うん、だから今のね、総合格闘技ってはもう完全にこうね、うん、まあ、殴り合い蹴り合いみたいな感じのね、うん、まあ、それが本当真のスポーツなのか分かりませんけども、うんうん、ね、まあ、でも今若い方もね好きですね、あの総合格闘技ね、うん、だからよく王子の周りの若い方もね、あのそういう番組やってる時見ましたよっていうのを聞きますんで、うんうん、まあ、まあ王子はね、言ってみたらこのエンターテインメント性のあるものの方がね、うんうん、なんか好きだなっていう、うんうん、ああ、そうですね、うん、あのみそちゃんはどう、まあ、女性だと。いや、格闘技やっぱりねダメなんですよ。なんかこうやられてる気分になると痛くて痛くて見てられないんですよ私。だっていつもやる方だもんね。なんと違うよ、ね、やられちゃ嫌だから。なんかちょっとね追加すで気になるのがね、はい、品川もろともさんが、はい、あ、ダンサーズさん、我々共通のやつが俺にも来ましたよ、液体窒素に足つけてますわらってなってるんですけど、ああ、痛い痛い病ですか、ね、ああ、そういうことか。はい、プリン体が多くなるっていう。ああ、どっちかっていうとこっち寄りですね。そうですね。こっち寄りか。はい、ああ、お大事にしてください。そうですね。ね, ねえ、はいはい、うん、あんまりビール飲みすぎないように。ね、うん、もうでもさ、ね、痛みを通り越えた人がさ、調子に乗ってビール飲んでるから若干心配ではありますけど、うん、ね。あの葛飾のじいさん、武闘派のみそにさんってなんで武闘派じゃありませんよ。あとあの新一さん、はいはい、FMG 新一さん、うんうん、名古屋でボクシングといえば、うん、薬師寺康也か、うん、畑中清、うん、確かそうです、そうですね、そうでしたね、そうそう、あ、名古屋なんですか、うんうん、名古屋ですね、そうでしたね、うんうん、あともう一方ね、あの、うん、ボクシングで世界チャンピオンになられた方がね、いますね、うん、あの我々と同じような年代だと思うんですけども、はい、うん、あの名前が出てこないんですけど、ね、名前が出てこないんですけど世界チャンピオンになられた方がいらっしゃいます、うんうんうん、誰か探して。最近 ね, あのね、名前とか出てこないんですよ。ただね、あのね、緑ジムってね、うん、名古屋市緑区の、に構えてるジムからね、出られたか、うん、あ、そういう、うん、あの岐阜のね、あの、大学出身の方です。あの、うん。ね、なんとなくわかるでしょ？なんとなくわかりますね。はい。あ、飯田選手だったかな。ああ、そうかも、うん。そうだったかもしれないですね。うん、はい。なるほど、うん。いらっしゃいますね。はい。まあまあ強いですね。ね。はい。はい。はい、じゃあ次のテーマまだありますか？ありますよ。はい、お願いします。はい、続いてですね、こちらも強いで来ています。銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます。以前にいろんな人から、言われ、私自身も分かっていることは悪運に強いとよく言われていました。例えば実際にあったことは、現場作業で建設機器ユンボを操作していた人が誤った操作ミスでトラックの荷台にいた私は荷台とユンボのバケツの間に挟まれ、操作している人にジェスチャーしたため幸いにも命を落とすことなく、太ももを挟まれ、1週間は足を引きずって歩き、一歩間違えれば大惨事になるという悪運の強さを持っていますということでございます。だから要は作業中にこう、はい、操作ミスでユンボのその、うん、ね、うん、シャベルの頭ですか、そこと自分が挟まっちゃったっていうことですよね、はい、それはね大変ですよ、一歩間違えれば命に関わりますもんね。で、それもまあ何も骨折とか何もされてないようでね。はい。うん。まあ一週間足ひずったっていうだけで、ね。もうそう思うと、こう、まあ逆に言うと強運ですよね。ねえ。怖いですね。うん、怖いですね。いや、それも怖いな、うん。やっぱりね、皆さんこう作業中は気をつけてこう作業してるんですけど、ね、それでもね、うん、なる場合がありますもんね。ねえ、本当に。気をつけてくださいね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあテーマはカメラで言ってもいいでしょうか。はい。はいはい、名越マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。8月になりましたね。今年はあっという間に下半期に入って早すぎる流れですね。テーマカメラ。私は今のカメラはこれまでに一番簡単で安いもので間に合ってます。写真にこだわることもなく、撮りたいものを相手に伝わるならそれでよしですかね。子供が
おもちゃを楽しんでいるのと同じです。昔から写真が趣味でもないんですよね。撮りたいもの、興味あるものしかカメラを向けない自己満足です。若い時に暗室まで作って自分たちで現像してた頃は浮かび上がる映像を見てワクワクしてしまいましていましたが、今はその場で全て見れるのでワクワク感もないですよね。なんてカメラの話とはちょっと違いましたかね。それでは失礼いたしますということです。いや、すごい。まあでもね、ね、昔はそう、現像もね、やりましたよね。暗室ね。暗室でね、なんか液体混ぜてね、やりましたよね。なんかもう、そう、なんかこう、確かにすぐに撮ったものが見れないっていうワクワク感っていうのは、確かにありましたよね。あの、ポラロイドカメラが出た時、びっくりしましたよ。ねえ。まあ撮ってすぐね、映ってるっていうね。でも今だとこういろいろね、何枚も撮り直してこう修正できるとかですね、いろんな機能がついてて、またあの美肌になるとかね、いろいろなんかあね、そうそう、機能ついてます。でまたその手軽にこうスマホでね、あの皆さんやられますんで。そうですよね。はい、はい、ということで CM の後も引き続きメールを紹介します。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010。ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、あのツイキャスでですね、コメントでですね、こうボクシングのね、世界チャンピオンの、方々のお名前がね、たくさん出てきてましたんで、みんなね、話で、ギネスさんはね、比嘉大吾が、世界取った時はうちの
高校大盛り上がりでしたよ。あ、同じ高校出身ってことですね。うん、で、新さんからもですね、うん、戸高秀樹王者も、名古屋だったんですね、ということで。戸高も名古屋だったんですね。もう王子もね、うん、まあ、その時はね、覚えてますけども、もう忘れちゃうんだよね。もう名前も顔もわからないっていう。お黙り。カープボーイさんからね、テーマカメラですかって。しか、一行さんでもゲストに出るのかな、それとも、キャンさんかな。中学の修学旅行の時にみんなが映るんですを使っている中、お父さん一眼レフかなこれ、持って行って、なんか周りで浮いてたことがあるって、ね。素晴らしいからね。そうですね。なんか、映るんですが流行った時代ありましたよね。うんうん、そうだね。ね、ありましたね。うん、テレビ CM でもよくやってましたから ね。はい。はい。じゃあメールご紹介しますね。はい。あら、お久しぶりでございますね。はい。金融名古屋の皆さん、こんばんは。まあ、こんばんは。名古屋の工場長です。あ、ご無沙汰しております。いらっしゃいます。あ、まあ、工場長はね、カメラ好きですもんね。うん。今から40年ほど、の昭和時代、アニメ映画を見に行くと、館内からカメラのシャッター音やフラッシュが光る光景は当たり前でした。もちろん当時からカメラの持ち込みは禁止でしたが、そのあたりは緩かったみたいです。そんな中、今でも強烈に印象に残っている映画は、超軸要塞マクロス、愛覚えていますか、うん、です。ああ、ね、一番まり、うん。そうですね。はい、ヒロインのリン・ミンメイのシャワーシーンになったとき、一斉にカメラのフラッシュとシャッター音が館内に響きまくり、アングルが背中から正面に回ろうとしたときには、フラッシュでスクリーンは真っ白になり、シャッター音で音声はかき消され、怒号と罵声が響き渡る修羅場となっていました。今では考えられないカメラの思い出でした。ということでございます。というかね、まあ、みんなそう、この、ちょっとこのエロティックなシーンがみんな好きっていうことですよね。そこをこうカメラに撮りたいっていう。すごいな。そういう方がよく来てたってことですね。あ、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい。ダンサーズさん、みそにさん、そして我々がだだ滑りしても安心感を与えてくれる王子さん、こんばんは。こんばんは。間違えてるね。読まれれば多分初めましてのみぐれです。こんばんは。ありがとうございます。そして今日のテーマカメラ、このテーマをお待ちしておりました。ああ、そういえばみぐれさんカメラ好きでしたね。実は私、うん、本業は防犯カメラ機器メーカーの導入コンサルタント。副業趣味は主に夜景を撮るフォトグラファーと、24時間365日何らかの形でカメラに触れる生活をしております。なので街に出れば、あれはどこどこメーカーのカメラ、あのカメラはダミーと防犯カメラを目で追ってしまう生活。以前お付き合いしていた女性からは、不審者にしか見えんからやめてと怒られる始末。職業病ですよね。また副業の方はコロナで一時撮影のご依頼がなくなりましたが、今年に入ってからウェディングや成人式の前撮りなどぼちぼちと入ってくるようになりました。そしてそんな中ですが、今年12月には沖縄で夜景の写真展を開催する運びに、撮り下ろしも含めて約30点ほどが展示する予定で、今準備に追われています。ダンサーズさん、みそにさんはやばい写真を撮られたことはありますか？王子は聞くまでもないですよね、ということです。やばい写真は、ね、あったかな、まあ、王子のやばい写真ならありますよ。ああ、ありますね。魔除けとして7回、まあ、まあですね、まあまあ、いろいろありますけどね。いいですね、その王子はね、その、うん、どこにそういろんなね、街にあるね、防犯カメラがどこに設置した、うん、あるとかね、教えていただきたいもん。もうどこでそういういろんな垂れ込みがあると困りますからね。本当に。ね、うん。だからそれをね、ちょっとね、うん、教えていただきたいなって、本当ダミーだったらダミーで、そこの前でピースサインしちゃいますよ。うん。ねえ、でも、やっぱりわかるんですよね、うん、あれが偽物とか本物とかね。わ、うんうんうん、かります、わかります。もう、だってね、うん、このカメラどこって職業病ですよね、うんうん、やっぱり自分でもわかります。はい、ありがとうございます。
はい、はい、続いてですね、お三方こんばんは。こんばんは。こんばんは。品場一眼レフです。すごいね。なんかいろいろ。すごいね。ラジオネームが変わりますね。実は私、子供の頃から写真が嫌いです。撮るのは面倒、撮られるのは嫌い。娘が生まれた時、仕方なくビデオカメラを買いましたが、さほど 見返すこともないですし、自分が幼かった頃の写真なんて、実家にも数えるほどしかありません。魂が撮られると思っているわけじゃないんですけどね。ただ、家族に内緒でカメラを買ったことがありまして、昔で言うポラロイド、今ならチェキ、うん、これをよからぬことに使うため買いました。よからぬこと？よからぬこと？じゃあ王子と行こうか。え、何使うって？旧名古屋が深夜枠に移動したらいつかお答えします。ああ、なるほど。ちょっと内容が深夜枠的な内容だったんですか、ね。でも、ポラロイドカメラで、うん、じゃあまあポラロイドじゃなくてもいいのか。ね、うん、あの、カメラを買ったということは、うん、でも内緒で買って、よからぬことに使うってなんかある？え、もうそこ掘り下げなくていいんじゃないですかね。王子禁止すぎじゃない？そこがやっぱりね、うん、あの、接点が多いなと思って、うん、あの、一緒に出かけてね。ね、ただまあ、あの、ポリスメンに捕まらないようにですね。ですね、はい、ありがとうございます。岐阜の8人のバーバーさんからです。ありがとうございます。カメラといえば、夫に10年前にオリンパスの一眼レフのカメラを買ってもらいました。沖縄に帰省するときも、もちろん旅行に行くときも当たり前に持って行ってはパシャパシャ。でも私には写真を写すセンスがなくて、いつも夫にバカにされてばかり。だんだんカメラを持ち歩くのも面倒になり、そのうち iPhone のカメラ機能の性能が良くなり、iPhone で写すようになり、今ではカメラは家の倉庫の中に保管されています。同じオリンパスの一眼レフのカメラを持っている夫は、今でも旅行に行くとカメラに望遠レンズをつけたりして撮影を楽しんでいます。夫は私と違い写真のセンスがいいんです。少しは写真の勉強をすればセンスよく写せるようになるでしょうか。皆さんはとてもお上手に撮影できそうですがどうでしょうかということです。うん、うん、最近物撮りしますよね。ね、よくね、なんか雑誌みたいにね、うん、そうね、料理をね、もういろんな角度から ね、 ね、はい、でも上手だよ ね、 ね、はい、ということで、はい、エンディングですね。はい、はい、来週のテーマは魚。いいゆです。です。この番組は芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合キャンパスレコードで絶賛発売中。福田康幸フリージアの花。ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村。アートワークウェブサイト FMJG。陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和。自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト。名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓。高級木材のご用命は名古屋中川名木。個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございます。ありがとうございます。またちょっとおまけのコーナーやります。閉店。